ムテア・ムラリタランは、スリランカのキャンディ出身のクリケット選手。ムラリというあだ名で呼ばれており、2002年に、ウィズデン・クリケッターズ・アルマナックよりもっとも偉大な、ボーラーの一人評価された。彼は、テストクリケット一試合平均で6ビケッツを記録しており、現在最も成功している選手の一人であり、歴代のスリランカ選手の中で見ても、屈指のボーラーである。 現在彼はスリランカのコロンボに本拠地を持つタミルユニオンクリケットアスレチッククラブとイングランドに本拠地を持つランカシャーカントリークリケットクラブに所属している。2004年には519の通算ウィケット数で西インド諸島のコートニー・ウォルシュの持っていた記録を追い越し、 2007年12月3日には、オーストラリアのシェーン・ウォーン記録をも追い越して、通算ウィケットの世界記録を樹立した。しかしその後は、肩の故障もあり、再びウォーンによって追い越されてしまった。彼は、ワンデイインターナショナルのウィケット数でも、第2位の記録を持っている。また、彼のボーリングのフォームは論争の的になっており、クリケット協会や審判から何度にもわたって、忠告されている。 ありがとうございます。